せよ。カムバックのディシャバリーマネージャーのつばきちゃんでーす。本日は、いつもの K-POP のアイドルの占いじゃなくって、相性占いをちょっとやってみようかなーっていうことで、誰にしようかなーって考えたときに、今話題の、もう話題は過ぎちゃったかしら？広末涼子さんの不倫問題、離婚問題、ここをちょっとね、相性を見る形で、やっていきたいと思います。前回も、何色ちゃんか調べてほしい方は、動画を見てご連絡くださいっていう風に言ったんですが、たくさんの方からご連絡いただきました。本当にありがとうございます。なんかね、皆さんとつながる前は、なんかつばきちゃん一人でね、こんな喋っちゃって、誰も見えない中ね、ちょっと寂しい気持ちもあったんですが、いろんな方とご連絡取って、個人的にやりとりしたりする中で、つばきちゃんのファンでーすとか、YouTube 楽しく見てまーすとか、これからも応援してまーすっていうね、ご連絡をいただいて、なんだか、つばきちゃんのこの画面越しで、向こう側に、知ってる方が見てくれてると思うと、つばきちゃんとっても励みになりまーす。で、今回も、何色ちゃんか知りたい方は、その動画からご連絡くださいっていうのを、動画の一番最後の、向かって右側の上の方に、リンク飛べるように貼りますので、そちらからご連絡いただけると、今回は、相性占いっていうことなので、好きな方との相性をちょっと調べてほしいですとか、もしくは、彼氏彼女の、相性を知りたいですとか、はたまた、ご結婚されてる方で、奥さんとか、旦那さんと相性がいいのか悪いのか、ちょっと調べてほしいですっていうのがありましたら、それにも対応しますので、動画を最後まで見ていただけると、つばきちゃんとっても嬉しいです。では早速、物語じゃないですけども、登場人物に3名様を、ご紹介させていただきたいと思います。ご入場ください。最初からもう出しちゃいましたが、広末涼子さんがレッドの A ちゃん、元旦那様のキャンドル様がブルーの A ちゃん、不倫相手と言われているシェフさん、これがオレンジの A ちゃん、もう椿ちゃんのね、BTS 占いとかスキズさん、それからブラックピンクさんの占い、これを見てくださった皆様だったら、ちょっとピンとくると思うんですが、なんとなんと、レッドちゃんと、ブルーちゃんと、オレンジちゃん、これ大変よね。もう言うこと聞かない3人って。これ、ブラックピンクさんのところで話したかしら？オレンジちゃんはね、まあね、言うこと聞かないけど、まあ理由があるのよ。これがね、こうでね、ああでね、こうだから嫌なんでしょ。でも、レッドちゃんとね、ブルーちゃんはね、私が嫌だから嫌なんでしょ。俺が嫌だから嫌なんでしょ。もうこれね、感覚の人たちなのよね。もうこの3人の戦い、これ大変よね。で、もうね、この3名様の、羅針盤を出しちゃいますが、はい。では、羅針盤どうぞ。はい、ご覧になって、2023年。はい、この令和5年ね。ここを見ていただくと、広末さん、丸でしょ。キャンドルさん、丸でしょ。で、シェフさん、なんとなんと、シェフさん、三角なんですね。もうこれね、時間が戻せるなら、もうシェフさんにアドバイスしたいわよね。今じゃないわよ。そこじゃないわよ。大変なことになっちゃうわよ。もうね、これで、誰が一番得したかって、椿ちゃんの中ではね、もう広末涼子さんよね。
だってもう、元旦那さんとは、別れたかったわけだし、それも思い通りになっちゃったし、もしね、広末涼子さんがね、このね、主婦さんと、再婚したいと思ってたら、これ椿ちゃんね、できると思うの。なんでかって言ったら、広末さんね、人生の流れもいいのよね。きっとちょっと自分の思い通りかしら。で、もし再婚するんだったら、来年をおすすめいたしましゅ。広末さんも丸で、シェフさんも二重丸。だけど、このレッドちゃんとオレンジちゃんの組み合わせっていうのは、これ本当に大変なんでしゅ。誰を出したらいいかしら。みんな分かっていただけるかしらね。遠い昔の話だったらね、尾崎豊さんと斉藤由貴さんの不倫カップル。結婚されてる方だったら、秋篠宮様と紀子さん。厳しいものがあると思いません？みなちゃん。これね、もう、椿ちゃんが一番おすすめしたくないカップルなんだけども、もう両極端でね、すっごーく良くなるのか、もうこれね、空中分解よね。なんなら命も落としちゃいますよっていうぐらい、なんか、現実味のないカップルっていうのかしら？で、どっちのカップルが相性いいですか？っていうところでね。じゃあ、もうね、離婚しちゃったけども、広末涼子さんとキャンドルさん。じゃあこのカップルどうなのかって言ったら、ね、ずっと動画を見てくださってる方は、レッドちゃんと、ブルーちゃんは、まあ、反対にいるけど、これ同類なんですよ、っていう説明を覚えてる方いらっしゃるかしら。BTS だったら、シュガーさんとジーさん。これね、同類なんですよ、って説明しましたよね。で、もうこれ友達だったら本当に楽な相手。でもね、近くなればなるほどね、これお互いに二人とも自分の時間っていうのが必要なので、結婚とかちょっと向いてないわよね。なので、これ離婚になっちゃったけども、これ広末さんもキャンドルさんも今年はまるでいい時なので、いい時にお互いがスタートしていってってことって、これはこれで良かったのかな。もうだってね、キャンドルさんね、このブルーちゃんって、神社のところでも言ったけど、愛か、お金か。だから、家庭に縛られてるよりも、ちょっと自由に生きた方がね、キャンドルさんの良さっていうのは生きるかな。で、結局ね、まあ不倫とか、もうちょっと精神的に嫌な思いはしたかもしれないけども、結果、慰謝料も請求しないし、お金の要求しない中で、本当は離婚したくないのに、離婚にも応じて、その代わり、子供と会う権っていうのは、もう確実に取れるわよね。だから、そこを、もう多分、一番重要視して、多分お子さんに会いたい時には、会えるような条件で、離婚されたと思うので、これって、キャンドルさんにとっても、ちょっと良かったことじゃないのかな、って思ったつばきちゃんでしょ。でね、このね、広末涼子さんと、元旦那さんのキャンドルさん。じゃ、このカップルと、同じような、カップルで分かりやすい有名人。これね、明石家さんまさんと、大竹しのぶさんのカップルが同じ。レッドちゃんとブルーちゃんの夫婦だったんでしょ。そちらもね、離婚しちゃったけど、今ね、皆さん見てわかると思うんですけども、なんか別れてからの方が仲良しって感じ。なので、多分、広末さんとキャンドルさんも、意外と夫婦関係を解消したらね、何のしがらみもないし、お子さんのことについては、二人で、お母さんと、お父さんの役目みたいなのを、なんかやっていくんじゃないのかなって思うので、今回の出来事で、なんか貧乏くじ引いちゃったのって、主婦さんかしら？パートナー選びって、本当に重要なんですよっていうことが、今回の動画で、椿ちゃんが伝えたいことです。ただ、広末さんとキャンドルさんは、いい時期に結婚して、いい時期に別れていったので、そんなドロドロにならなくって、もうお互いが新しい人生を歩んでいったらいいのかなって思いました。もうレッドちゃんのね、もう広末さんは、もう自由人、もう自分の気分次第、そこをもう子供たちは理解していくしかないのかなって
つばきちゃんです。皆さんもどんなパートナーと今一緒にいるのか、どんな人を好きなのか分かりませんが、できれば自分と相性のいい人と、いい時期に付き合ったり、いい時期に結婚したりすることを心から願ってます。お店でもそうだけど、聞く耳を持っている方にはつばきちゃんとことんアドバイスするなって、結婚の時期とか、ちょっと相談したいなっていう方がいらっしゃったら、つばきちゃんに気軽にコンタクト取ってください。それでは、また、近々動画をアップしたいと思いますので、今日は、簡単ですがこの辺で終了したいと思います。じゃあまたね。バイバイ。チャールちゃん。